はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復活副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、長い長いゴールデンウィークが明けましたけども、まあ、平成から令和に変わって、まあ、ついついですね、こう書類とか書くときに平成って書きそうになるんですけど、なんとかこうグッと止めて令和に書き直したりとかですね、僕も悪戦苦闘してますので、皆さんも気をつけてください。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、ご質問をいただきました。はい、まあ、内容こちら書いてますけど、膝に水が溜まった場合どうしたらいいですかっていうことですね。なので今日は膝にですね、水が溜まった場合の解決方法だったりとか、溜まらないようにするための方法についてお伝えできればと思います。はい、で、まあ、皆さん実際ですね、膝に水が溜まってしまうと、何をするのかっていうと、まあ、基本的にはですね、病院に行って、まあ、注射をして抜いてもらうってことを、まあ、されたりとかするんじゃないかなっていうふうに思うんですが、じゃあそれをしたら一生ですね、水が溜まらないのかっていうと、そうじゃないんですよね。そうじゃないです。何かしらで水が膝に水が溜まるようになって、それを抜いてもその状態っていうのは変わってないので、またですね、水が溜まってきてしまって、また抜くっていうのを繰り返さないといけないわけなんですよね。なので膝に水が溜まった場合の根本治療は注射をすることではないです。じゃあ何をしていかないといけないのかってところを今からお話しできればと思うんですけど、じゃあ水がですね、膝に水が溜まる状態ってどういう状態なのかっていうと、はい、炎症ですね、炎症が起きている状態です。まあ、簡単に言うと膝に負担がかかりすぎているような状態ですね。膝に、負担がかかりすぎているような状態です。じゃあどういう状態なのかっていうと、膝はですね、本来曲げるか伸びるかしかできません。曲がるか伸びるかですね、膝、はい、曲げるか、あ、ごめんなさい、曲げるか伸ばすか、この2つしか膝っていうのはできないんですよね。はい、でもここがですね、炎症が起きている方、まあ、水が溜まっている方っていうのは、その曲げ伸ばしプラスにですね、ねじれですね、ねじれが起きてしまっていることが非常に多いです。はい、じゃあそのねじれって何なのかっていうと、まあ、太ももあるいはですね、硬いですね、硬い、ふくらはぎの方ですね、そこの部分っていうのが本来はですね、こう綺麗にまっすぐなっておかないといけないところが、こうねじれてしまっているような状態ですね。はい、なので本来こう曲げ伸ばしですね、曲げ伸ばしなのにねじれが入ることによって、膝のですね、内側に負担、あるいは外側に負担がかかってきてしまったりとかして、水が溜まってくるっていう状態になってます。なのでこのねじれを取ってあげないと、この炎症ですねっていうのは取れないわけなんですよね。じゃあそのねじれを作っているのはどこなのかっていうと、はい、一つ目は股関節だったりとか、あるいは、はい、足首ですね、足首、こういったところが硬くなってくると、だん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 ねじれが引き起こされてしまって、膝に痛みだったりとか水が溜まってくる状態が出てきます。なのでこういった方はですね、基本的に膝を注射するだけじゃなくて、股関節の状態を整えてあげたりとか、あるいは足首の状態を整えてあげないといけないです。はい、で足首にの状態が悪い人、例えば捻挫とか骨折の経験があると、こっちから膝に負担がかかる人もいますし、まあ、腰痛があったりとか股関節に問題がある人だったりとかは、こっちのせいで膝に負担がかかってくるっていうのがありますので、まあ、あなたがどっち派なのかですね。はい、っていうところで、治療の部位っていうのは変わってくるかなと思います。もう重症度が高い人はなおかつこの肋骨ですね、肋骨とか肩甲骨とか硬い性で膝に負担がかかっている場合っていうのもありますね。はい、でも基本的にはこの股関節とか足首の調整っていうのをしてあげないと、ここの根本治療にはならないので、ちょっと覚えておいてほしいかなというふうに思います。はい、なので今日の話をまとめていくと、まず膝に水が溜まった場合ですね、それを抜いていく方法としては、ここに負担をかけないようにしていかないといけません。そのためにはねじれっていうのが起きてますので、そのねじれを引き起こしている、股関節の筋肉だったりとか、あるいはふくらはぎの筋肉、足首の筋肉で、人によってはこの胸ですね、胸郭の方の治療をしてあげないと、水が溜まる方、水をかい、なんだっけな、抜く方法ですね、はい、の根本治療にはならないよってことをちょっと覚えていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークがあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。
はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。